こんにちは、鈴木ラナです。これからケーキのチョークアートを描いていきたいと思います。下書きが印字されているものを使います。キットパスなどのチョーク、それからおしぼりと割り箸があると便利です。それでは始めていきます。順番に迷った時はだいたい上の方からだんだん書いていくと、こう手にこすった汚れがこう移ったりする心配がないので、迷ったら上の方から書くことをお勧めします。それでは一番目立つイチゴから書いていきましょう。イチゴは基本的に赤いのですが、今回塗り絵になっているので、この種とそのツヤっていうのが見分けがつきにくいと思うので、こちらの種を先に描いていきたいと思います。この丸いのが種です。そしてイチゴを塗っていきます。縁を優しく塗って縁を取ってから種を避けるように塗っていきます。そして指でなぞることでムラを埋めていきます。種が一緒になってしまっても大丈夫です。優しくなでます。そしたら指でなでると色がくすんでしまうので、また目立たせたいところは上からどんどん色を塗ります。今回光が上から当たっている、そんな風に描いてある絵ですので、上が明るくなるように、上が鮮やかな色になるように描いていきます。なので全部を赤色でなぞってしまうというよりは、少しこう上からこの辺りまででやめて、ここはそのまま残しておこうかなという風にすると、いちごの立体感が増しますよ。沈んでしまった色の種を上からまた描きます。すべてじゃなくて大丈夫です。上の方の何個か、そして白を使ってツヤを出していきます。種の下に少しこうちょんと色をのせるとくぼんでいる感じが出ます。どんどん次に行きましょう。次の色にチョークの色が移りたくないときは布巾なので拭うといいと思います。クリームを描いていきます。なぞって塗りつぶす。その時にもう濃く塗りたい、明るい色、ここが真っ白にしたいというところはもう強めに描いてしまいましょう。そしてそれ以外のところを優しく塗ります。ムラは指で潰れます。この時に指がその他の色のチョークがついていると色がついてしまうのですが、わざと指をに色をつけてこう豊かな色を表現することもできるので、こう真っ白にしたいときは指をよく拭いて、あとは色を豊かにしたいときは他のところから色をこう拾って色をつけても面白いかもしれませんね。
指で撫でるとどうしても色がこうグレーの色になってしまうので、ここを影の色としてさらに明るい色をのせるというイメージです。向こう側にもクリームがあるんですね。こんな感じ。そして敷いてあるクリーム、指で撫でるとグレーの色になるので、いちごが置いてあるこの影の色はここの色のまま残して、それ以外のところの面を向いていて光がいっぱい当たっているであろう部分を明るく残します。こんな感じ。クリームにも層の厚さがあるので、側面のクリームは少し暗い色です。スポンジに取り掛かります。スポンジは赤と黄色を今回は混ぜて作っていこうと思います。スポンジはでも全体的に黄色っぽい色だと思いますので、あまり赤を強くしすぎないように優しく塗ります。そして黄色、スポンジですのでわざとムラを残してスポンジ感を出します。ですがかといってこのままでも黒い色がくすんで美味しくなさそうになってしまうので、指で撫でてムラを消してあげる部分を入れてもいいと思います。指で撫でて色を落ち着かせる。落ち着きすぎたらまた色をのせるという具合です。そしたらスポンジに挟まれているクリームを塗ります。指を使って撫でます。この時にクリームの色はここの上の真っ白よりもこう側面です、暗いですので、真っ白よりは少しグレーでも十分です。そしてたまにこうちょっとこう上を向いていてキラッとしている部分とかを作ってやると、あ、これは白いものなんだなとわかるので、グレーのところをグレーに残して立体的に見せるというふうにするといいと思います。そして挟まっているイチゴを描きます。イチゴはこのように一回ベースの赤を塗ってから内側を白、でいちごですのでこうちょっと断面のこう放射状に色を塗ってあげたりするといちごの質感が出るかと思います。そして指で撫でる。ここで私の場合は少しイチゴの色が明るくなってしまったので、もうちょっと色で落ち着かせてあげるか、クリームをまた明るくして、こ
この面、色が違和感がないようにしようと思います。そして下に敷いてある紙、指で撫でるとグレーになる。そしてハイライト、明るくなっているところ、髪が放射状に折れているのでそれを表現します。そしてここのあたりはケーキの影で暗くなっていますので、あんまりここからはノータッチで、手前がちょっと飛び出ているので少しこのように縁を取って明るくしてあげると立体的になるかと思います。はい、ここで少しね、もう少しこう立体的にしたり、あとはちょっともうちょっとこう暗くしたいなっていう時に割り箸があるとこう削り取ることができるので便利です。例えばこういうところをもう少し削って影をつけてあげようですとか、いちごの下のところもちょっと暗い方がいいなっていう時とか、種の形を強調したい時とかに削り取ったりするといいと思います。爪楊枝のようなものだったり、針金とかでもいいかもしれません。もう少しスポンジを明るくしようかな。皆さん筆圧や状況が全く、使っている画材も違うかもしれないので、その出来上がりをよく見本と比べて、もう少し暗かったら足そうかなとか、比べて比べてやっていただけるといいかと思います。そうしましたら次はですね、いちご、最後はハイライトをどんどん入れて調整していきたいと思います。いちごにハイライトを入れます。上から光が当たっている感じ、すべて塗りつぶすのではなくって、この種の間を縫うように、種と種の間の果肉の部分に色が乗ってハイライトになるように塗っていくといいと思います。そして少しこう周りに、種の下の部分にちょんちょんと色をつけて立体的に。よし、ここまで来たらもうどんどんハイライト、光っている部分を入れてどんどんキラキラにしていきましょう。ケーキ屋さんのショーケースの中でこう光源が、光がいっぱいあってキラキラしているショートケーキのイメージを想像するといいと思います。そしてよく聞くお悩みとしては、まあ、私もありがちなのですが、このようにね、汚れてしまった場合はこうなんとなく布巾で拭くと落ち着いたりもするのですが、
このもう指でどんどん明るい色をのせてですね、指でくるくるとしてあげるとふんわりとした光のような表現になるので、もうこの素材の仕様を味方につけてこういう表現が楽しめますので、なんか汚れがどうしようもなくなってしまった人はこういう表現に生かすとおすすめです。こんな感じ。何か文字をハッピーとかヤミーとか、こう文字をロゴを書いたりですね、こう自分のサインを凝ったりして仕上げていただけたらと思います。こう付属の練習用紙で名前の練習をしてここにサインを入れていただきたいのですが、もうおすすめの書き方を一つ紹介します。まずこのように色を好きな色で塗っていただいて、割り箸や爪楊枝などの道具を使って削り取ります。割り箸の場合はこの角度によって太さが変わるので工夫してみてください。こんな感じ、完成いたしました。じゃん、いかがだったでしょうか。これからどんどんいろんな図案といいますか、新作、あとはこのような書き方動画を投稿していけたらなと思っております。ありがとうございました。額に入れてお家に飾ったりするととっても素敵だと思います。それではさようなら。Thank you.